視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。こちらは、すでにゲームが始まっているんですか？そうなのだ。今回遊ぶゲームは10。103。変わったタイトルですね。何かの暗号ですか？警察の音声通信の際に使われる10。コードって略号だね。今回のタイトルの10。103はディスターバンスを意味するのだ。動乱って、ヤバい事態が起こってるってことです。今回のゲームは研究施設で封じ込め違反が発生して、クラス4以上の未知の脅威によってめちゃくちゃになった状況を特別対応チームの主人公が収集しに行くという内容になるのだ。SCP 財団がモチーフってことですか？大変なことになってしまいましたね。早速始めていきましょう。SCP 財団って何？で、人向けに簡単な説明載せておくね。主人公が移動開始です。特別対応チーム、状況を報告せよ。スペクター8、配置についた、オーバー。グラウンドゼロに進行し、 UT を発見次第終了のこと。任務中は無線連絡を維持せよ。異常を発見次第報告のこと。了解。主人公はスペクター8と呼ばれているね。コードネームみたいな感じでしょうか。エレベーターで下へ。任務頑張るのだ。フロア2と書いてありますね。何が出てくるかな。あ、前方に。これは B クラス職員でしょうか。とりあえず報告。遺体だ。列車からクラス4脅威な周辺にいるものと推察。テンフォー、全ユニットはクラス4の脅威の可能性に備え BOL。 BOL って何？ビッグなウチンギンラブ。バカこくな。こいてね。 UT を探査中、存在発見できず。了解。このまま進行せよ。この施設どのくらい広いんだろう。複雑な地形ではなく、ひたすら下に降りている感じです。フロア3に到着。生存者の姿はありませんね。スペクター8、状況クリア。テンフォー、さらに施設の深部に進行せよ。今何かいましたね。思わず発砲しちゃった。警告文が見えますね。ミオン放射アルファ型への暴露後は即時の遺伝子治療が必須です、みたいなことが書いてありますが、内容はさっぱりです。危ないことをしている施設だったのかな。ゴースト3部隊が応答なし。最後の生存確認地点は機関の現在地点の直下である。調査を求める。ゴースト3のテントエンティに向かう。これは発煙筒ですかね。発煙筒は無線報告しようとしても特に会話に変化なしなので、このまま置いておくのだ。エレベーターでさらに下へ。緊張します。未知の危険が近い予感なのだ。全部隊に次ぐハンマー6およびストライカー砲が応答なし。調査せよ。もしかしてすでにお亡くなりに。 UT を探査中、存在発見できず。了解。このまま進行せよ。また発煙筒だ。手洗いのマークとともに、タイプオミクロンに接触後は必ず手を洗ってくださいって書いてあります。この世界でも流行ってるのか。おや、これはテントエンティ3、ゴースト3のトランスポンダを発見。ゴースト3は未だ発見できず。テン69、任務を続行せよ。テンコードって覚えるの大変そうだね。数が多すぎて絶対覚えるの無理そうです。警察官の人とかは一生懸命覚えてたんだろうな。え、あれはゾンビですか。しかも両側から来てる。銃弾を受けると少しノックバックしてますかね。引っかかれても一撃死ではないんだけど、食らわないようにするのだ。モルフォ、注意喚起だ。ネクロティクスが周囲にいる。テンフォー、全部隊、周囲にネクロティクスの存在を確認。一掃せよ。どうしてこんなことになってしまっているんでしょう。真相を探るべく、さらに下へ。フロア5にやってきました。周囲にネクロティクス、セクターは安全ではない。うなり声が。警戒の上進行せよ。そういえば、オペレーターさんの名前はモルフォって言うんですね。モルフォって言うとモルフォ長しか思いつかないのだ。右からゾンビみたいです。左からも来てるのだ。動きが遅いのが救いですね。でも結構タフだから、数が増えるとヤバいのだ。全部倒しましたかね。スペクター8、危
士官は反応がなくなった部隊の最後の生存確認地点に向かっている。細心の注意を払い進行せよ。了解。いよいよヤバい予感がしつつも下へ。生存者がいるといいのですが。ちなみに主人公は重装備なせい開始さえ走れないのだ。なかなか大変ですね。仲間が血で無線を聞けって書いてありますか。モルフォ、部隊は殲滅だ。セクターの制圧に失敗している。あれ、音が。あの、モルフォさん。もしもしなのだ。モルフォ、聞こえるか。支援を要請する。ステクター8、支援を要請する。無線が繋がらないってヤバくないですか。きっと追加の人員をよこしてくれているのだ。静電気から逃げろって書いてありますか。ステクター8、支援を要請する。南下前方から来てるのだ。天井のライトが割れてるのだ。逃げるのだ。あれが静電気なんでしょうか。仲間がゾンビになってるから倒して進むのだ。悲しいですけど、主人公はここで死ぬわけにはいかないんです。エレベーターまでの道のりが遠いのだ。無事到着できました。下に行きましょう。この事態、静電気の正体が異常存在で、倒したら問題は解決。おそらくは無線がつながない。スペクターベント、状況を報告せよ。よかった、無線なのだ。モルフォ、 UT はタイプイータのクラスボ相当の脅威だ。支援を要請する。要請拒否。封じ込めプロトコル輸送道を実行中だ。地上班がフラックス共鳴爆弾を準備している間、 UT からの回避を続けること。了解。地上班が攻撃の準備をする間、逃げ続けなきゃダメなのか。そのようです。注意、同僚が急速に越し、カニバリズムの傾向を強めていないかとか書いてあるのだ。なかなかブラックな職場ですね。祭壇職員も楽じゃないのだ。さっきのフロアはゾンビがいませんでしたね。フロア8に到着なのだ。注意、タイプイータは強力な電磁波を発生させます。タイプイータの格納庫付近では電子機器を使用しないでくださいって書いてありますね。また背後から追いかけられているのだ。悲しいですが、元同僚を倒して先に進みます。背後でライトが割れた位置に化け物がいるのだ。銃を撃つときは足を止めなければならないのですが、追いつかれないようにできるだけ前進を続けながらゾンビを倒すようにします。邪魔なゾンビを倒してエレベーターから下へ。逃亡できました。主人公が全然走れないから怖いのだ。フロア9に到着です。またご遺体が。家具に話しかけないで。もし家具が話しかけてきたら、それはタイプカッパ実体に騙されている可能性がありますという注意喚起があります。また追いかけられているから逃げないと。元同僚だろうと容赦せずに銃弾を浴びせなければなりません。ゾンビは倒さないと前に進めないんだよね。どうにかして姿を見る方法はないんでしょうか。うむむ。よし、エレベーターが見えてきたのだ。ゾンビもおそらくこれで最後でしょう。よし、到着なのだ。比較的余裕を持って逃げられたのだ。ステクター8、通信要求。応答なしですね。地上班はちゃんと爆弾準備してくれてるんだよね。おっと、注意書きなのだ。注意事項、アイテムを数えて。記憶より多くのアイテムがありませんか。タイプクシー実体は小さなオブジェクトに形態変化することができます。タイプクシーの侵入を上司に報告してください。ティリタン、僕やっぱり財団職員無理かもしれんのだ。簡単になれたら誰も苦労しないと思います。前方のライトが割れて迫ってきているから交代するのだ。元同僚さん、そこどいていただけますか。あ、今度は前方に回り込まれた。再び左方向に逃げます。どうしよう、ライト割れてるから敵の正確な位置がわからないのだ。真っ暗になってしまいました。ゾンビさんは邪魔をしないでほしいのだ。血でジョイナスって書いてあります。またゾンビ。あ、背後から追いつかれて主人公がお亡くなりに。ぐぬぬ、またこのフロアの最初からになったので他
ここまで戻ってきたのだ。かなりギリギリでしたけど、死なずに進めましたね。エレベーターなのだ、逃げるのだ。エレベーターさんの包容力に安心します。スペクター8、プロトコルエソドの状況報告を求める。不正なタイプ板の場合、緊急用のフラックス共鳴爆弾を爆発させて一時的に可視化して無力化しやすくします。で書いてある。モルフォさんが地上部隊が準備してるって言ってた爆弾ですね。爆弾の詳細はよくわからんけど、使うと姿が見えるようになって倒せるようになるのかな。爆弾を使っても人体には影響ないんでしょうか。大丈夫だと信じたいのだ。無線の応答はないし、エレベーターが停電して使えなくなっちゃいました。スペクター8、聞こえるか。 FRB を設置完了し、起爆の準備が整った。UT は機関の外側に位置しているか。無線だ。工程だ。即時の起爆を求める。とは、なんか爆発した。あ、さっきまで見えなかった異常存在が見えるようになりました。よし、銃弾を浴びせてやるのだ。銃弾、ちゃんと効くんですね。スペクターゲント、状況を報告せよ。スペクター8、応答せよ。生きてた。スペクター8、UT の無力化に成功した。1069、任務完了だ。脱出相当部隊が間もなく到着する。やりましたね、ゲームクリアです。機関の仕事ぶりは注目に値する。近日中の昇進を期待したまえ。ペン4。やった、昇進だって。お賃金8000兆円ください。財団の年間予算っていくらくらいなんでしょうか。一度知りたいものです。短いながらも緊張感があって楽しいゲームだったのだ。敵が見えないっていうのはやはり怖いですね。楽しかったです。ご視聴誠にありがとうございましたなのだ。ありがとうございました。また次回の動画でお会いできると嬉しいです。またね、バイバイ。それではまた。